飯田俊樹のルームレゾナクト。本日のゲストはシンガーソングライターの達也さんです。楽しいトークと音楽でお楽しみください。飯田俊樹のルームレゾナクト。本日のゲストはシンガーソングライターの達也さんです。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。いやなんかずっと近くで活動はしているけれどもほとんど、
そうですね、波もなく、はい、もう、ね、この番組も、うん、いつも SNS で常に目にしてたので、いや嬉しいです、出れて嬉しい、いや嬉しい、そんな風に言ってもらえて、結構見てくれた回もあるらしくいやもうずっとね達也君に出てほしいねってことで、スタッフ、ああそうなんですか、いやもうありがとうございます、出てくださってありがとうございます、とんでもない、今日の、歌とね、はい、コラボレーションもさせていただきましたし、ここからはちょっとトークで達也君のことを、達也君でいいのかな、あもう達也でも、はい、達也はちょっとハードル高いから達也君にしようかな、わかりました、はい、もう結構どれいくつ上なんかな、僕年4つですかね、5つか、あ4つですね、4つ上なんで、はい、いやもう大先輩よろしくお願いします、達也君に行きたいと思いますお願いします、お願いします、いやそのまあ少ない絡みながらも、なんかこう SNS とかでね、その歌はもちろんですし、つぶやきとかこういろんな言葉とか拝見することがあって、なんかなんちゅうのかな、もうね僕の中でもボーカリスト、もう音楽を歌を突き詰める男、それが達也って感じなのよ。そうっすか、いやもうなんか歌をさ頑張る人身の回りいっぱいいるわけじゃん、その中でも本当突き詰めて歌と向き合ってる人っていう感じです。あ嬉しいですね、まあ、実力はもうそこに現れてると思うけど、とんでもない、まあ、心意気がねそういうこと感じで、どうなんですかその音楽、はい、歌は自分にとって今どんなものになんですか。そうですね、なんか本当にもう歌を歌っているのと生きているのと同じような感覚ではいますね。 やっぱそうだよね、はい、まあ、それしかすることがなくくて、いやそれが素敵だよ本当に。ちなみにどうやってそこに目覚めていったんですか。はい、もともと僕、陸上競技をしてて、あで陸上なの、ね、そうなんです、俺もう、はい、ガタイから勝手に水泳やってたなって思ったんですよ。マジっすか。やっぱ肩幅がさやばい、肩幅、そうですよ、肩幅言われるんですよ、肩幅かっこよすぎると思って。いやいやそうっすか、いやありがとう、とんでもない。陸上の何ですか競技は。陸上のね、走る幅跳びですね。あそうなんだ、やっぱこの動きで、わかんないけど、あそうなのね。そうなんですよ。走るのがすごく好きで、うん、はい、まあ結構そのなんていうんですかね、跳躍系、はい、なんていうんですかね、こう瞬発力よりもそのなんか走り高跳びとか、うんうん、走り幅跳びとか、あと三段跳びとか、うんうん、まあいろいろあるんですけど、はいはいはい、そっちがなんか結構コーチとかに、いいんじゃないって言われて、そこからずっと陸上やってて、で、はい、高校の時に、うん、まあその高校、陸上で高校に行ったんですけど、その高校の時に一緒にその先輩とかにその、うん、カラオケとか誘われるじゃないですか、うん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 、でその時にあめっちゃお前歌うまいやんって言われて、はい、そっからっすね。結構遅いんだね、じゃあちっちゃい頃から好きだったわけとかじゃなくて、はい、あそうっすね、全然なんか、うん、聞くのは聞いてましたけど歌ったりは全然しなかったっす、ね、じゃあうまいんだなって感覚もあんまなくて、ないです言われて、先輩に言われて初めてみたいな。あそうっすね、へえそうなんだ、はい、うんうん、で歌ってみたらいけるかもと思って、そうそこで、うん、なんか歌の大会とかあるんですよ、うんうん、そのなんか、まあ、いろんなその、まあ、コンテストというか、うんうん、なんかそういうのに応募しだして、まあ、そのうまいって言われてて、うんうん、おお俺うまいんやとかって思いながら出るじゃないですか、うんうんうん、だからまあそのうまい人なんて山ほどおって、ね、っていうところから火がつきましたね。ああなるほど、はい、負けたくない思いが。そうですね、ああそうなんだ、はい、なんかこうあめっちゃうまいって思う時に、はいはい、もうちょっともっと研究しようっていう感じで、はい、なんかじゃあそのこの高校で目覚めてからここまでの間に、はい、結構自分歌うまくなってるな、良くなってるなっていう実感としてあるんですか、成長感じるんですか自分で。まあそうっす、1年ごとに1回、うん、1年ごとに思うんですね、1回なんかどっかで、ああ前より声出るようになってるなみたいな。素晴らしいね、なんかなんていうか、どれだけ練習しててもなかなか成長が実感できなかったりするじゃない、歌って。そうっすね、そう、それをこう1年ごとに、あいけてる、来てる来てるっていうのはすごいことだね、多分すごい努力してんやと思います。ああありがとうございます、はい、ありがとうございます。なるほどな、本当に今日も素晴らしい歌声を聞かせてくれて、いや本当に、ね、嬉しいっすわ。まあ声が高いね、もうなんかミドルボイス、ミックスボイスが綺麗。あそうか、すごいなんか見えるもん、そのそうすか、なんていうの、声帯がこう薄く伸びてこう震えて
ね、いやめちゃくちゃ上手な人に、なんかそうやって言われるとなんか全部バレてる気がして、すっげえ恥ずかしいですね。いやいやいや、もうなんか声帯見えたよ、あの しなやかな声帯がすごい見えて、あこれは多分努力の賜物やろうなと思いながら聞いて、でも素晴らしかったです。ありがとうございます。というわけで、そんな、今ソロとして頑張ってる達也君なんですけども、今日は3曲歌ってもらって、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。1曲目がご一緒させてもらったんですけど、はい、スカイという曲なんですけど。そうですね、うん、これはどんな曲なんですか。はい、その名の通り青空をイメージして、うん、まあ空見ると、青空を見るとテンションが上がるんで、うんうんうん、まあ、青空見てテンションが上がらない人の方が少ないのかなと思うんですけど、うんうんうん、まあでもそういうその思いっていうのを、うん、まあ全面に出した、うん、まあ、本当にこう青空をイメージしながら聴いてほしいなと思います。はいはい、これなんか詩の内容とかもめっちゃ達也くんっぽいね。ま、はい、っすぐな、そうですか、まっすぐなイメージがあるんですよ。俺まっすぐな人でしょ。あ、はい、自分で言うのなんか俺まっすぐですっていうだけど、そのっぽいすごいで向上心のある感じとか、なんかそういうのも含めて、はい、ぽいなってもらった時に、嬉しいな。ライブでよく歌うんですか。あ、もうずっと歌ってます。そうかそうかそうか、定番の曲、今日はそうですね、がっつりとハモらせてもらったりとかしました。どうでしたか。最高、じゃ最高っす。いや嬉しい、嘘、本当邪魔じゃなかった。いや全然よう言われますわ、もうあんなうまいのにも。いやいやいや嬉しい、めちゃくちゃうまい。あのなんだろう、なんか、うん、自分のパート、自分の歌なのに、はいはい、あもうこんなに緊張するんやっていう、ほんまに、はい、なんかどっかでテレビで見たこと、ようなこと言いますけど、はいはい、自分の歌やのにめちゃくちゃ緊張しました。あ、確かにでも緊張感はあったね。お互いにあったと、はい、もちろん緊張してますけど、うん、でもなんかサビのハモりとかすごい、はい、どんな風にハモるかなと思ったら、めっちゃなんか合間あったよね、声なんかいい感じだったと思うんだよね。いやめっちゃいい感じですよ。いい感じだったよね。意外に合うんじゃないと思いながら、うん、そのロングトーンとかあるじゃない、あの曲はいっぱい、はい、あなんかいいなって思う、うん、気持ちいいなと思って、なんかそれがもう本当になんかそういう意味ですごい、うん、トッシーさんと呼ばせていただきました。呼んでください。すごいリンクした感はありましたね。あったあった、ね、よかった。いや本当、おおと思って、おおと思った、ね、おーおおって思いながら、そう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 、そうそう、なんかこれ本当に一人で歌うのももちろん素敵ですけど、はい、なんかこういうハーモニーがねがっつりつくのもいい曲だよね、うん、本当になんかこれからもね、はい、こうがっつりこの曲に乗せて自分の思いを届けてほしいなと思います。ありがとうございます。いや素敵な経験でした。チャンネル登録よろしくね。ちょっと待って、やめますわ、ごめんなさいごめんなさい、はい、OK です。なんでだったいや、いや、よかったけど、これでしょ。いやいや、絶対いいと思う。いやこれ、萌え、めっちゃいい。本当っすか。好きってなるかも。本当っすか。多分一番いい。めっちゃ上手いっすね。いや、絶対いいと思うな、これで。してる、あなたに似合う言葉、空に似た風に似た包む眼差し、 Oh my love、 今こうして胸に響く鼓動の一つ一つ、そうあなたからのぬくも
森さ、舞い降りた天使のように鮮やかにこの星を照らす、いつまでも一緒に笑い合おう、その笑顔が僕が生まれた意味だから。時を感じては暖かさ胸を打つ、生きているこの星で生かされている。 Oh, 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 with you、 どんな僕でも変わらずに、今の僕を待つかのようにそっと見守ってくれた、導いてくれた。あの空の星を照らし、野に咲く花優しく語りかけ、いつの日も確かなあなたがいて、僕は生きてく、あなたの愛を歌い続ける。この歌で何か伝わるのかわからない。だけど伝えたいよ。ありがとう。どうかこれからも少しずつ返して行きたいから、いつまでも一緒に笑い合おう、その笑顔が僕が生まれた意味だから。そしてソロで歌ってもらった曲が、はい、これはどんな曲ですか？あ、うん、ソロで歌った曲はですね、うん、自分の母親へ書いた、うん、シンサリティ、まあ、真心っていうあの意味なんですけど、うん、まあ、シンサリティという歌を書きまして、うん、で、まあ、この歌を選ばせていただいたのは、うん、あの初めてその、まあ、あのクラウドファンディングというものに、うん、あの挑戦をしまして、うん、で、まあ、クラウドファンディングのそのやるその目的としてミュージックビデオを撮りたいということで、まああの最初にそのミュージックビデオを撮るならまあまああの母の歌かなっていうところで、あのでまあこのミュージックビデオっていうのがまだもうちょっとねあの先になるんですけれども、まあぜひあの見ていただきたいなと感想したら、もうなんかまだ撮ってないですよね。まだ撮ってないんですよ。イメージとかそういうのはあるんですか？その
構想みたいな。あ、もちろんもちろんもちろんあります、うんうん、まあ、この、 あの地球にその、うん、生まれ落としてくれたのは、まあ、親父であり、はい、あの母でありっていう、はい、まあ、そんな意味でなんかこう地球をテーマに、そのえ、そうか、書いた。そんな、だから宇宙をテーマにというか、それをミュージックビデオでそこを表現する。ああ、 それはね、あ、まあ、でもあの景色はかなり、うん、あの綺麗にそのお届けできると思います。なるほど、はい、楽しみだね。地球を感じていただけるような。地球感じるんだ。いや、ちょっとそれ楽しみ、ね、ちょっとハードル上げすぎてるかもしれないですけど、まず地球から始めるイメージが湧いて、地球からじゃなくて地球から地球のやばいでもいいね、みんながでもクラファンだからさ、みんなのそう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 、ね、みんなで作る感じで。そうなんです、ね、楽しみにしてるんだね、ジャパンの皆さんも、ね、あ、そうなんですね。本当にあの初めて、まあ、あのそうですね、自分でその挑戦をしようって、何かしようって言った時に、うん、まあ、やったことがないことも本当にもう思ったらすぐバッてこの行動しちゃうタイプなんで、何も考えずにガッてやったんですけど、うん、まあ、結果的にあのこの「シンサリティ」っていう歌がいろんな人に見てもらえればいいなっていうのが本当の、うん、あの願いですね、うん、はい、いや、それを楽しみに。いや、本当に歌素晴らしい曲で、あのまたこれまた難しい曲だろうなと思いながら聴いてましたし、はい、そういうところもありつつも思いがね、たくさん込めて、難しいとかそういう以前にね、とってもいい曲だなと思って、はい、あ、もうありがとうございます、はい、あの歌詞噛み締めて聴いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。今私伝えに行くから、裸の心受け止めて。飯田俊樹のルームレゾナクト。